さあ本日も始まりましたスポーツグラデーション。この商品のアシストメインパーソナリティの美容師誠です。この番組は今巷で話題の商品をトークでアシストしていくバラエティ番組です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとさっきいろんな話しすぎたんで巻きでいきますので、はい、お願いします。はい、モデルしてます軽部ゆうきです。よろしくお願いします。では続いてどうぞ。はい、美容家として女性コミュニティ運営してます前田智美です。よろしくお願いします。ではラスト。はい、山下智子です。渋谷で超もみサロンと冷凍餃子の販売してます。よろしくお願いしま す。さあ今回紹介するのはピューアラルっていうグミですよね。グミめっちゃ流行ってるらしいですね、うん、でめっちゃ大好き。ガムがもう全部潰れていってるでしょ製造が。でなキシリトールかなんかがもうダメだよね。あのキシリトールがもう製造中止ってやばいよね。そうなんだ。でもグミは確かにイメージ悪くないけどガムは噛んでたらちょっとあんまりイメージがね、なんかガチャがなんかあんま良くないなっていうのわかるんで、グミ好きですよね。あんま男性グミ食べへんよね。食べる？結構食べますね。グミを食べる？はい。え、買うの？買います。コンビニとかで住んで、うん、で、グミ買ってカバン入れとくの？カバンに入れないですね。カバンに入れない。え、家のキッパーで小腹空いたら食べるかなぐらい。え、うん、グミは小腹を空いたら食べるの、うん、匂いがじゃないの？あ、どっちも小腹空いたらで食べるし、グミを食感が好きです。そもそもマジで、うん、私多分ほぼ絶対入ってるレベルでグミ、何かしら買ってます、いつも。あ、そうなの、うん、で、どこのお腹空いたら食べるの？やっぱお腹空いたら寂しい時みたいな。寂しい、そう、口寂しい時。キスの前でしょ、どうせ。そんなんね、だったらガム噛みますかね。え、ガムなの？キスの前は。え、キスの前ガムじゃなくない？グミって噛まないじゃないですか。タブレットじゃないですか。タブレット、確かに、ミンティアとか。あー、タブレットね、あー、タブレットね。あ、それはそうなの。え、でもキスの前にグミ食べたとって何でもない。うわー、もう入れといて。あんま、それはないと思う。あ、それはないの？それはないです、ね、あ、そうなんや。ぶわー入れて。全然絡んでいくこんな、こんななんかリスみたいになってやらないです。あ、やらないですか。本当ですか。じゃあちょっと説明してくださいよ。はい、本日ご紹介するのが、カバヤさんのピュアラルグミセトカです。外側はふわっとしていて、グミの中にはプルンとした2つの柔らかな食感を楽しめるグミです。愛媛県産の高級みかんセトカの果汁使用グミで、地域限定商品となってます。プルプルふわふわ食感のグミセトカみかんは高級でなかなか買えないですが、グミだと味わえます。ぜひ美味しいグミをご賞味ください。賛否両論あるピュアグミですが、その食感に好き嫌いが分かれています。人によってはゴムのような食感と感じる方もいるみたいです。ピュアラルグミは中がふわっとしている食感のため、グミ特有の弾力のある歯ごたえを求めている方は柔らかすぎると感じるかもしれませんが、ぜひお試しくださいとのことです。はい、ということでじゃあちょっとせっかくなんで食べてみましょう。はい、開けます。そっか、グミってもうなんかこの間のグミとはまた違うんかな。紫のやつ、味違う。何あった？見た目がなんかグミっぽくないですね。透明じゃないですね、うん、特有の。え、グミは透明なの？え、なんか透明じゃないですか。そうなの。でもマシュマロ、うん、うまっ。あ、もういい、うん、いい匂い、うん、いい。あ、そうですか。おいしい。あ、あ、あ、ふわふわしてますね、確かに、うんうん。でもさ、これすぐなくなるやん、うんうん、噛むといいですね。どんどん入れんの？どんどん行って気づいたらすぐなくなります。あ、そうなんや、うん、こういうタイプはですけど。でもなんかグミっていっぱい種類あるんで、うん、ずっと噛んでる硬いハードグミみたいなのもあるし、うんうんうん、これは全然真逆な、ね、なるほど、はい、そういえばこれ写真撮ったっけ？撮ってない、うん、そうやね、ちょっとじゃあ終わってから撮りましょう、はい、すぐ忘れてしまうんで、はい、はい、ということでぜひ皆さんいろんなところでこれはもう活躍すると思いますよ。で、うん、デート中とかね、カルベさんみたいにデート中とか。そうです、ちょっと小腹が空いた時とかね、そうです、うん、食べるって渡します。彼氏に？彼氏か、一流の方。それさ、でも渡されたら口臭いかなと思わへん？いや、思わないですよ。思わない。あ、そうですか。思わないですよね。あ、そうですか、なんか間違ってるみたい。いや、なんか書いてりゃ本になんかガムとかタブレット渡されたら口臭いって言われてるのかなと思う人もいるみたいです。え、そうなんだ。逆に
みんなで一人だけ食べたらなんか来ますかね、うんうんうん、あシェア、シェアハピですね、これ、うん、シェアハピって、うん、シェアするとハッピー、はい、シェアしてハッピーシェアハピですって書いてんのそれ、え、書いてない、あ、書いてない、シェアハピーは前田さんのあの話みたいですということで、ぜひ皆さんグミ食べてみてください。これもう今流行りですから、グミは、うん、マスク制限、マスクどうすんの、どうしてる、してないですね、してない派、それちょっとしてる、暑い時はしない派ですね。あ、はい、寒い時はする、うん、寒い時と、あと今花粉症だからってしない、あ、もうコロナっていうのはもう忘れもういい、はい、そこじゃないですね、あ、そうなんや、いやでも僕この間一昨日の飛行機で帰ってきたけど全員してるで、うん、確かにまだしてますよね、まだしてるよね、うん、誰が外すの、誰から行くの、だどうなってんの、もうええやん、本当にねえ、うん、一応だから僕せえへんけど、アゴマスクにして周り見て、あ、せなあかんと思ったらあげます、うん、でもアゴマスクも嫌やね、もうここ痛いやん、もうええやんって、俺もう3年でしょ、うん、君だって今日何人かとか分からへんで、ね、もう今、うん、ねえ、もう1万8000人とかの時は覚えてたけど、うん、もう今だって4時に発表でしょ、そうなんです、だからもう発表されてるでしょ、うん、もうそうなんでしょっていう感じやん、そうそうそうなんです、全然やのにマスクだけはすんの、なんかもう癖なんじゃないですか、そっか、だから中にはもうしないと逆に恥ずかしいみたいな、うん、あれ何なの、しないと恥ずかしい、なんかした方が漏れるみたいなありますよね、そう、女性からすると、あ、そうなの、だからマスク美人ってやつ、俺マスクブスなんですよマスク、マスク取った方がいい感じです、うんうんうん、じゃあしてるのも見たことないんだよね、あ、そうやね、そうやね、そうやね、確かにそうやね、マスクブス、あ、向こうの人怒られてもいつら言うてんねんと思われてもいや、マスクブス君もいるんじゃない、マスク美人はいっぱいいますけど、マスクブスいないんかな、あ、でもいると思います、いるよね、いや、本当になんかね、マスク美人ばっかり出るじゃないですか、話、確かに、マスクブス出ないじゃないですか、確かに、なんでなの、ええー、マスクしてない方が絶対ダメになっちゃうのかな、割合的にはそうなんじゃないですか、え、なんかつけてる方が、うん、想像が漏れるからってことか、うん、だからなんかそのマスクを取ると、うん、なんか本当女性でいうすっぴんになってるみたいな感覚で、うん、ちょっと恥ずかしい、つけてないと恥ずかしいみたいな人の中にはいるみたいですね、うん、ああそう、うん、そっかそっか、もう外していいと思いますんで、ぜひ皆さんはい、もういいと思いますよ、もうね、これを食べます、ね、そうですね、外してこれを食べてね、はい、いい匂いで歩きましょうということで、また次回の動画でお会いしましょう、さよなら。